村上浩一のオーバルロード。村上浩一のオーバルロード、このコーナーではラグビーを経験したことによってその後の人生を豊かにした方々にお話を聞いています。今回のゲストは笹田学さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのラグビーと出会われたのはいつなんですか？小学校からスポーツは大好きで、陸上やったり柔道やったり、いろんな形でやってて、で高校入ったのも最初は陸上で高校入ったんです。あ、そうなんですか。種目は何が得意？陸上のハイジャンプ三種競技で、たまたま盛岡工業入ったんですけど、その翌年に岩手国体っていうのがあって、でこの国体で何としても天皇杯取らなきゃいけないっていうのがあったので、その陸上とか野球とか柔道とかそういうことをやってた中学時代やってた選手を集めたんですね、でその時にちょうど僕が入学した5年前にやはり全国優勝してるんですよ。僕は第2回の優勝なんですね、盛岡工業は。それでその時の監督さんから、おいお前らこれをもう一回取ってみないかってこう言われて、そしたらみんな野球やってた連中とかがみんなそれにこうなびいちゃってラグビー部に入ったんですね。高校3年間でラグビーは嫌にはならなかったんですか？楽しかった？あ、まあすごい楽しかった、っていうのは僕はやっぱりずっと個人競技でしょ、柔道も陸上も。なるほど。もう陸上なんて最たるもんで、バーのこう高さがあると、なんか場内からこう放送されて一人で戦うじゃないですか、だから自分との戦いみたいな、だからすごくこうチームスポーツっていうのにすごい憧れてたんですよ。あ、じゃあそれ楽しかったですね。だからすごく厳しかったけど、まあそういう中でこう一つのチームとして勝ったり負けたりっていうのがやっぱりすごい魅力でしたね。あ、